分泣かせる船出じゃねえかよ。私も想像しただけで目頭が熱くなります。私目頭なんてないんですけども。一方その頃、俺はメリーを盗んで姿を消した波の行方を追っていた。で、決死の探索の末にアーロン一味のアジトを突き止めたんだ。アーロンって誰だ？ナミさんを騙してやがったクソ一味の魚野郎だ。アーロンはイーストブルーを支配しようと企んでいた。それは恐ろしいやつだった。だが俺はナミを解放するためにそいつらのアジトに果敢に乗り込んだんだ。そして凶暴な巨人の群れをバッタバッタと投げ飛ばし、すげー。海賊専門の泥棒ナミ。戦争孤児だった彼女はイーストブルーのココヤシ村で養母ベルメールの手によって大切に育てられた。しかし突然現れた巨人海賊団によって幸福な日常が一変する。巨人海賊団のリーダーアーロンは村人たちに上納金を要求し、金を払えなかったベルメールを見せしめに殺害したのである。幼くして養母を失ったナミはアーロンと交わした1億ベリーで村を解放してやるという約束のもと、アーロン一味の測量士となった。村を救うため一人で戦うことを決意したナミ。以来海に出ては海賊たちから宝を奪い、ついに約束の1億ベリーが目前となるが、もう少しだよベルメールさん、もう少しで何もかも帰ってくる。ココヤシ村もみかん畑も私の夢も。長かったけど1億ベリーまで残りあと700万ベリー。今の私ならあと1回後悔すれば必ず手に入れられるはず。あとたった1回の後悔で全てが返ってくる。全て報われる。アーロンから解放されるんだベルメールさん。そしたら私やっと心の底から笑えそうな気がするよ。アーロン！おう、どうした？我らが有能なる航海士よ、血相を変えて。あんたが手を回した海軍が私のお金を奪いに来たわ。どういうことよ。お金の上の約束は死んでも守るんじゃなかったの？ん？守るぜ。俺がいつ約束を破った？とぼけるな。お前が海軍に私のお金を。俺が約束をいつ破った？言ってみろ。
反乱かよ。おとなしく支配されてりゃいいものを。俺のためナミはずっと一人で戦ってきた。だから俺たちも実力に耐えてこれたんだ。あの子を裏切った貴様らを俺たちは絶対に許さんぞ。つまりてめえら全員死にてえわけだ。ならば望み通り裏ごと消し潰してやる。ゴムゴムのから蹴り飛ばしてやるよ。魚人の強さを知らねえようだな。人間のささやかな蹴りなんか効かねえよ。俺の蹴りがささやかかどうか試してみるか、魚マン。Yeah!
者巨人には。ま、気にすんなよ。愛しきナミさんのためだ。ナミ、これはどういう。俺たちを裏切りやがったな。ゴムゴムの。ナミさんが危ない。レディーの危機は見過ごせないぜ。ゴムゴムの。ちょっと待て、魚野郎ども。おい、てめえ、何者だ。俺の名は、勇敢な海の戦士、キャプテンウソップ。人は俺を恐れ、ウソップ大魔王と呼ぶ。小三四郎、俺には8000人の部下がいる。な、何て、なわけあるか。てめえは、俺たちが始末してやる。ビビってね。助かった。あんたは。アーロンってのは俺がぶっ飛ばすから、メラは邪魔すんな。え、バカ野郎、お前らなんかアーロンさんが相手にするか。両方たちよ、やっちまえ。そばを離れんな。
アーロンをぶっ飛ばしに行くぞ。誰をぶっ飛ばした？ぶっ飛ばされるのは貴様だ。ゴムゴムの独り占めすんなよ。俺も行くぜ。行ってやろうじゃないか。俺も力になるぜ、ルフィ。信じられない。巨人と渡り合える人間がいるなんて。命を捨てる覚悟を決めてここまで来たが、あの男たちならアーロンに勝てるかもしれん。信じろ、あの男たちの力を。となると今の俺たちがやるべきことは、村に戻ろう。ナミが守ってきてくれた村を俺たちの手で守り抜くんだ。待て、やっと見つけたぜ。お前の相手は俺だ、サコスケ。俺様を六刀流の八と知っているのか？三刀流王子参戦世界。人間の剣士じゃ絶対に俺に勝てないんだからな。普通に考えてみろよ。刀3本のお前が刀6本の俺にかなうわけねえ。これだけは言ってくれる。俺の命は死神でも取れねえぞ。アーロンさんが出るまでもねえ。ヒーローのアトロ三刀流はここでくたばれ。参戦世界。もう状況は変わってんだよ。お前らが俺たちを潰してんじゃねえ。俺たちがお前らを潰してんだ。悪いがてめえは眼中にねえ。出しゃばった下等種族の末路を教えてやる。これでザコは片付いただろう。キャプテン、あとは任せたぜ。
アーロンってのはどいつだ。アーロンってのは俺の名だが。俺はルフィ。そうか、ルフィ。てめえは何だ。海賊。海賊が俺に何の用だ。てめえは一体。うちの航海士を泣かすなよ。ブースガム。バカが。一人で海にも入れねえようなてめえが、俺たち上等な種族に本気で勝つ気か。ブースガム。俺は剣術を使えねえし、航海術もねえ、料理も作れねえし、嘘もつけねえ。助けてもらわねえと生きていけねえ自信がある。そんなプライドもクソもねえてめえが、一戦の船長の器か。てめえに一体何ができる。お前に勝てる。下等な人間が。探したって、波ほど優秀な測量士はそうはいねえ。あの女は天才だよ。才能を無駄にすることほど不幸なことはねえ。ここにいることも波の幸せなのさ。波がいりゃ世界は俺の帝国となる。てめえにこれほど効率よくあの女を使えるか。使う？あいつを何だと思ってる。海中で加速した俺のスピードは何者にも止められねえ。シャコンダー。やりゃ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 。そうな人間が、こちらの俺に何をした。下等種族だ。優秀な測量士。飯だって与える。好きな服も格好いいぞ。ただ改造を書き続ければそれでいい。俺たちは仲間なんだ。助ける方法が分かった。こんな部屋があるからいけねえんだ。痛くもねえあいつの居場所なんて俺が全部ぶっ壊してやる。次に乗るな、下等種族が。ゴムゴムの
デルメールさん、8年もかかったけどやっとみんな自由になれた。